北陸3県のご当地アイドルのライブステージ。まずは富山のご当地アイドルです。ピコピコレボリューションの登場です。大きな拍手お願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。あやです。みよなです。ゆなです。せーの、ピコピコレボリューションです。よろしくお願いします。今日はね、わざわざ石川県からね呼んでいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。私たちは富山県から来たグループなんですけど、すごいたくさんの方がね見ていてくださって、やっぱ初めての人がほとんどじゃないかと思いますが、うん、一応調査をしましょう。私たちのことを今日初めて見たって人、はーい。あれ、椅子の方はね、ね、確かに初めましてね。めっちゃ嘘つきいっぱいおんねん。嘘つきめっちゃおるやん。そこはだってもう公式グッズを持ってるぐらいだから。そう、ハンマー持ってる。ハンマー持ってるよ。余裕で嘘つくとダメだよ。子供が真似するよ。ダメだよ。はーい。はい。そんなわけでね、うん、初めて見たちっちゃい子とか、おじいちゃんおばあちゃんもいると思うので、私たちのね、このハンマーの力を説明したいと思うんですけれども、リオナさんお願いいたします。あ、私ですか。はい。はい。じゃあ、言いますね。なんと、このハンマーで叩かれた人は、幸せになれます。やったっていう、そう、流れが、ね、流れがあるんだよね。はい、ね、そういう流れがあります。叩かれると幸せになれるんですよ、このハンマーは。はい、で、こうリオナが言ったら一緒にやったーって言ってほしいんですよ。やったーって言ってください。そこはね、ね、多分そこにいると分かるはずなのに、やらないですよね。一緒にね、やったーってね。そこやらないんだね。初めての方も一緒にやってくれださると嬉しいです。ということで、じゃあもう一回いきますよ。なんと、このハンマーで叩かれた人、幸せになります。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、さっき歯肩たかれたね、お子さんや大きなお友達、大きな、もう幸せになれるかもしれないという。そうですね、やっぱね、カメラを構えてる方もたくさんいますが、ね、椅子に座ってる人とかもね、カメラ構えながらでもぜひね、今日楽しんでいってもらえると嬉しいです。なんたってトップバッターですからね、このステージ。そうですね、緊張ですね。本当に緊張しますね。緊張やな。そうですね。そう、でも天気に恵まれてよかったですね。本当ですね。天気、今日雪降ったらどうしようかと思ってて、雪降ったらやばくない？まあ、まあ、私たちの熱で溶かしますけどね。お、言うね。おということで、次の曲いきましょう。いきましょう。次の曲はね、去年の12月に発表した新曲です。皆さん振り真似しやすいのでしてみてください。それでは聴いてください。有頂天乙女巻。有頂天で最初成功、有頂天で最初成功。この宇宙で信じて宇宙やっぱりおらんまいたいんであれば初心あれな歯ごろもまとって結構これなどのところに入ったんじゃ。上を目指すには構わん構わんちらの道、どうがばりしても戦国だってを生き抜き未来研究者みんなで素顔に乗れ。有頂天の有頂天で行こう、また見ぬかいさのラノジーズ最高で世界の私力気持ちを踏むままに見歩けば答えなし。今日はやっぱり儚き少女、今日はここで奇跡のためで叫んでる。先は長くても我らは走るぜ今の道、眺めばきりのない世界を連行せんかの早業だ。最高の天候無条件で思うかまま愛さの針のまま掲げた旗が手に吹かれても
お願いします。Bye.
ピコレボから少し告知をさせていただきます。この後グッズ販売があるんですけども、あの短い時間なので2時までとなっておりますので、あのもしね興味があって一緒に写真を撮りたいとか、あのハンマーも売ってますのでね、買いたいという人はぜひねお早めに並んでいただけると嬉しいです。はい、そしてですね、2月はちょっと遠くに遠征することがピコレボ多いんですが、あの近いところでは名古屋に遠征させていただきますそしてあの石川県の方でもたまにね、あのイベントで出演させていただくことがありますので、詳しいことは公式ホームページ、ツイッター、ブログをチェックしてみてください。あのピコピコ星レボリューションって言ったら出てくると思うのでね、星が大事ですのでよろしくお願いします。はい、はい、ということで皆さんもまだまだ声出せますか？なんか元気ないですね。もっといけますか？よし、それでは次でなんと最後の曲になります。なんかまだまだ声出せますかとか煽っておいて次で終わりになる、下ろすみたいな下がったね、下がったね、下がったけど、下がったけど、ね、最後で終わりなんでね、みんな燃やしましょう。最後はサビみんなで一緒にこうやってね手振ってほしいんで、あのハンマーある人はハンマーでね、ない人はなんグーでもチョキでもパーでもなんか好きな手を、うん、じゃんけんね、じゃんけんしててください。はい、それでは最後の曲です、聴いてください。ハッピータイム、
大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。今日のステージイベントのハイライト、ね、今日はまずトップバッターということで北陸3県のご当地アイドルのね、はい、ピコピコレボリューションの皆さんが登場してくださいました、はいはい、多分多くの皆さん思われたと思いますけれども片山津温泉で聞いたことのない歓声が沸き起こっておりまして、嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの皆さんの夢って何ですか？どこですか？夢、そうですね、はい、あのエベレストです。はい、エベレスト、はい、エベレストです、ね、気にしないでください。あのおかしい、ちょっと天才的すぎてちょっとついていけないと思うんですけど。俺もそう思った、はい、ちょっとかなわないと思いました。エベレストで切り返しできなかったもん、うん、だと思います。あの私たちいつも富山県にあるレベル3というところを拠点で活動しているんですが、そこをね、あの満杯にすることを今目標にしています。レベル3、はい、はいはい、ぜひ皆さん注目していただきたいと思います、今日グッズの販売もあるってことなんですが、このあと2時まで隣でねテーブルを設けて、はい、グッズの販売なんですけれども、どんなものが売られますか？あのこのピコピコハンマーを売っていまして、はい、あとですね A4 サイズのみんなの写真が売っていまして、はい、あとチェキって言ってあのポラロイドみたいな写真も販売しております。はい、ぜひ皆さんお買い求めいただきたいと思います。今日は片山津初見山ということで、グッズいつもの定価でお分けしますのでよろしくお願いします。定価で、はい、定価でお分けしますので、はい、ピコピコレボリューションでした。ありがとうございます。ありがとうございました。の販売も頑張ってください。ありがとうございます。いいですね。ちょっとあの MC が上から目線で M 心をくすぐるんですよ。まあいいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。もうあの一緒にこう乗りながらね楽しんでいただけると、少し風が冷たい頃合いもあるんですけれども、あったかくなっていいんじゃないでしょうか。